番は青春通りの五十嵐です。今回は宅配系やお風呂屋さんなどネットでホームページがある店舗で見バレされたり、これ〇〇ちゃんやんなって問い詰められた時の、うちが教わったり実際に店舗でマニュアル化して女の子に指導している対策方法についてお話ししようと思います。まず大前提として、指摘された写真やパネルが自分やったとしても絶対に認めない。これめっちゃ大事です。認めてしまったらもうおしまいってくらいですね。問い詰められる人との関係性にもよりますが、それが親や彼氏やとやめなければいけない可能性が結構高いですよね。なので認めるイコールそのお店辞めないといけないぐらいの大事です。指摘された時の否定方法、まずはベタやけど加工がすごいから似てるだけじゃないとかですね。最近は写真の加工技術がすごいので結構別人レベルに変化しますし、ちょっと似てるなーぐらいに思われてる程度ならこれでごまかせることも多いです。ただミスって写メ日記と SNS などで上げた写真が顔を隠しただけで、まるで同じ写真の時は言い逃れできません。なので指摘された写真を見せてもらうことも重要ですね。 SNS と全く同じ写真を指摘されてしまった時の場合は、女の子が少ないから写真化してるだけで実際には在籍してない架空の女の子として写真使わせてて、少しギャラもらってるだけやでって、それっぽい言い訳でごまかしましょう。でも指摘してきた人が男性なら実際に読んでみて確かめられるかもしれないので、スタッフさんに事情を話して名前を変えて別の新人の女の子として再稼働するのがいいかもしれませんね。何しろ写メ日記に上げてる写真と全く同じ写真を SNS などで上げるのはかなりリスクが高いというか致命的な凡ミスなので気をつけた方がいいですね。また細かいところやと下着やネイル、袋などで決定的な証拠で指摘された場合も、先ほどと同じで写真を使わせてて在籍してないダミーやと否定して名前変えてまた別の名前で顔出し NG にして再稼働するのがいいですね。とはいえ近年は写真が似てるからそれでバレるっていうよりも、 SNS でのミスや LINE の通知画面のメッセージを表示していてそれを見られてしまったとか、実家の子やとうっかり名刺や仕事で使うものを部屋に置きっぱなしやったりとか、そういうボンミスから見バレにつながることが多いので、その辺徹底してれば基本大丈夫やとは思いますけどね。うちは運よくというか、こういうの見バレの防止策を店舗の方によく指導されていたので、一度もそういった見バレトラブルみたいなことにはなりませんでした。まあ西成区料亭にいたのが長いので、ネットに写真載せてた期間が短いっていうのもありますが、西成区料亭は皆さんが思ってるより意外とバレないと思います。結構前にこれに関連した話も動画出してるので、概要欄からその動画もまだ見てない方はぜひ見てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と通知のベルマークのオンお願いします。また上がってってー。